人ってやっぱこう成功を手に入れたいし喜びがあるんですよね、うん、これをちゃんと手放すっていうことを、これがいかに難しくていかに大事かっていう、40代50代60代と年を重ねるごとにアンラーンの機会っていうのはそもそも減るってことをやっぱり理解した方がいいですよね。組織のために働いてていきなり時代が変わって、はい、アンラーンできないダメだこのおじさんって言われてるから、一人一人のアンラーンをできない壁を紐解いてあげる、この成功体験を手放しても、まあ、自分にはね他のところでやれるし、この成功体験はもしかしたら別の領域だと違う意味で役立つかもしれないっていう、この子はやっぱ視野を広げることによって脱学習がしやすいこう土壌ができていくっていうのは。皆さんこんにちは、ピボットの佐々木です。今回から始まる新番組ブックダイジェストでは、著者の方、編集者の方、そしてその本にすごく思い入れのある方をお呼びしてですね、その本のエッセンスを伺うとともに、皆さんへのビジネスパーソンへの示唆を導き出したいというふうに思います。本日ゲストにお招きしたのはチームボックス CEO の永竹隆二さんです。永竹さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、永竹さんがこれ簡訳ですね。そうですね、私の本ではなくアンラン戦略、もう自分の本じゃないときは、はい、もう本当気合い入れてプロモーションするんです、ね。あ、逆にですか。はい、逆に。なんでですか。あ、なんか自分で自分の本いいっていうのはちょっと恥ずかしいじゃないですか。はい、ああ、そういうことですか。はい、なんで人の本はなんか自信を持って、はい、宣伝できますね。そういうことですか。はい、この本そんだけ強くお勧めできる本ですか。できます。まあ、これまで、はい、数多くの簡訳しましたが、はい、その中でも先ほど佐々木さんが紹介した中で著者だったり編集だったりってありますが最後に思い入れのあるっていうのが、はい、多分僕一応簡訳者ですけど、はい、そこの枠ですね、思い入れのある人の枠で今日はいるつもりです。そういうことですね。簡訳って何するんですか。簡訳っていうのは実は英語をですね日本語にする翻訳者がいるんですよ。はい、で翻訳者はバーッとこう書くんですが、まあ、それに対して日本語になったものを監修するっていう、だから監修って実はけど細かくですね、あれがこうというよりは例えばタイトルをどうしようかとかですね、その言い回しについて、まあ後で出てくるこのサイクルの概念はどうかとかですね、そういったところをちょっとまあその編集とディスカッションしながら形にしていくっていう役ですね。そういうことですね。はい、中竹さんというとやっぱラグビー文脈で有名ですけれども、はい、まあ、チームボックスの CEO としてまさにこのアンラーンを個人とか企業を促したりとかそういうことをやられてきたんですよね。そうなんですよ。ですよね。ちょうど今年の11月で10期を迎えたんですね、チームボックス。で実はその時からサービスの根幹がアンラーンだったんですよ。当時からそういう言葉あったんですか。ありました。これはやっぱずっと我々としてはサービスの根幹に置いてたので、だからうちのサービスを受けた企業の幹部たちはみんな知ってるし、みんな使うんですよ、言葉として。で同時に僕自身はそのコーチングディレクターというその役で、まあ、ラグビー協会ずっとコーチのコーチをしてきたんですけども、その時もずっとアンランを最初から言ってたので、まあ、多分日本でアンランへの思い入れは僕はもう最も高いナンバーワンであると自負がありますね。その中崎さんの思ったこととか経験してきたことが、まあ、理論としても詰まってる本ということなんですね。はい、いやありがとうございます。今日はそういったこの本のエッセンスをちょっとまず紹介していただきながら、なんで日本にとって大事なのか、ビジネスパーソンどう生かすべきかということを伺いたいと思います。はい、まず単刀直入ですけど、この本の要点というかエッセンスというか一番強調したい部分ってどこなんですか。この副題にもありますように、はい、人ってやっぱこう成功を手に入れたいし喜びがあるんですよね。これをちゃんと手放すっていうことを、でこれがいかに難しくていかに大事かっていう、難しさと大切っていうことをちゃんとこの中でこう伝えてくれるというところですね。日本って国もそうですし企業もそうですし個人もそうですし、もうみんな成功体験から抜け出せない人ばかりですよね。ですね。なんでこうなってるんですか日本は。まあ、やっぱり成功体験は分かりやすかったってありますよね、戦後の復活からして、なんか世界一にやっぱ上り詰めたプロセスの中でみんな喜んだ経験もあるし、他の世界はやっぱ知らないっていう、その一個の成功体験以外のところを知らずに来てしまったので、まあ、やっぱ怖いでしょうねこれね。そういうことですよね。この本の冒頭でもそのやっぱプロの活躍したスポーツ選手が監督になるときに、まあ、同じ競技なだけに連続性があるんじゃないかと感じてしまって、アンランができにくいって話は印象的でしたね。もうけど本当に僕自身今ラグビーを離れ、日本オリンピック委員会という JOC で指導者の一応こう指導するとか、まあこうサポートする責任者をやってるんですけども、もう本当にこう全てのスポーツ競技において起こりがちですね。やっぱこう選手、メダルを取った選手が指導者になっていく時のこう一つのジレンマですね。しかも皆さんね、実績があるだけでプライドも高いでしょうから。そうなんですよそういう人と向き合ってきたわけですね、はい、そういう方でも変わるんですね。やっぱり変わる方も、要するにここでいう脱学習ができれば変わりますね。変わりますね。
と今脱学習というキーワードが出たんですけど、はい、まあ、そもそもこのアンラーンというのがどういうふうになっているのか、もうちょっと脱学習って何なのかっていうことをちょっとこの図をまず見ると分かりやすいかなと思うんですけど、はい、なんか今アンラーンとかって言われますけど、みんななんか流行り語で言ってるだけで、はい、中身分かってない人が 99% ぐらいじゃないですか、はい、これどういうことなんですか。結局アンラーン、これ脱学習と訳されてますけど、これちょっと説明してください。これが一番大事ですね、この本の。そうなんですよ。ですよね。これが一番難しくて、しかもこれ、うん、まあ、一応僕は漢訳者としても編集ともこう議論したんですけど、うん、なんで難しいかというと、うん、アンラン、ここで言うアンランには2つの意味が存在するんですよ。いわゆるこのアンランサイクルのアンランは、うん、講義の意味、広い意味のアンランなんですね、はい、今みんながやんないといけないアンラン全体の話なんですけど、うん、それを要素分解すると3つのステップがありますと、はい、その1つのステップがここではですね、脱学習っていう、あえてですねこれをここではあのアルファベットでアンランってしてますけど、うん、ここも同じ言葉を使っちゃうんですね。あ、確かに、はい、で個人的にはもっとこう別の言葉使ってほしかったんですよね、うん、なんか、あ、そっか、はい、トランスラーンとか言うとね、こう離れていくみたいな、なんか別の言葉を使ってれば誤解は起きなかったんですけど、そもそも概念としてはやっぱり学んだものを一旦ゼロにするみたいな、なくしていくという概念なので、まあ、これはしょうがないですね。ただそういう意味ではここでいうパーツのアンランは脱学習っていう競技の意味、狭い意味でのアンランなんですね。あ、そういうことですね、はい、これ脱学習と訳す訳語は結構迷ったんですか。あ、これはもう先に案が出てきてて、山野さんっていうね翻訳の方が多分つけたのか、まあ、編集の木山さんと やられたのか、僕のところに上がってきた時に最初から脱学習だったので、あ、これは素晴らしいあの名前だなと思ってですね。これどういうことなんですか。その競技なアンランとは何かっていうことからちょっとご説明いただくと分かりやすいかなと思って、はい、まあ、要するに出発地点としてやっぱり人間って、うん、勝ち得たものとかですね、こう自分の中で得たこう成功体験って手放したくないじゃないですか、はい、私腹を肥やしてないですけど、たくさん、うんうんうん、たくさん手に入れたいじゃないですか。手に入れちゃうとですね、新しいものが入ってこなくなるんですね。うん、要するにスポンジもたくさんの水をあの含んでしまうと新しい水は含めないので、でその時にちゃんと今まで学習したものを早く捨て去りましょうねっていう、まあ、単に捨てましょうって。それって捨てずにどっか自分の中の他の本棚に置いときゃダメなんですか。やっぱ過去学んだことも生きることもあるじゃないですか。あ、なんでいいポイント。捨てたくないじゃないですか。それどっか他のところに倉庫に置いといたらダメなんですか。あ、頭の中の。頭の中の倉庫に綺麗に整理されて置いとくのであれば大丈夫です。大丈夫ですか。いわゆる学習の断捨離だと。断捨離、はい。もうこんまりと同じですよ。はい、やっぱりいろんなねいいものをたくさん入れても、うん、キャパって決まってるので。それがあるだけで実は結構重荷になってですね、たくさん、ね、持った方がいいっていう概念から、まあ、そこ自体はやっぱアンランしないといけないですね、うん、知識はたくさんある方がいいっていう概念よりもいろんなことを忘れていって常に身軽でいつでもこう吸収できるっていうこういった概念も必要なんですよ、うん、だそういった意味では、まあ、きれいにもちろん整理されてればいいんですけど、本当に必要なものだけを整理して自分の引き出しに置いとくってことが大事になります。家の広さも限られてるとしたら倉庫いっぱい作っちゃったら、はい、もう新しいもの入れられなくなるってことですね。あ、もうまさにそうですね。そうか。で今ねあの仮トランクとかあるじゃないですか。サマリーとかそういうサービスありますけど、はい、あれを使えばいいじゃんって発想になるんですけど、うん、人間そんな器用じゃないので、ね、どっかで知識とか成功体験をしまっとくのはやっぱキャパを使ってしまうので、あ、だから勇気を持って捨てましょうっていうことなんですね。へえ、それで脱学習、そして次が再学習、リラーンですね。要するに手放すだけ、ね、成功体験捨てるだけで身軽になっただけでいいかというと、大事なのはそこで、ね、ちょっとこう自分の中のキャパ、スポンジが水を欲しがってるみたいになった時に改めてこう、ね、自分の中で得る、そこのプロセスを再学習と言いますね。だから今までの成功体験っていうものを一回手放すと真っさらな状態で物事が見えてくるので、うん、その中でこう、ね、見えてくるこう新しい学びとか気づきを再学習と言います、うん、はあ、ゼロにして新しく学んで、ここまで分かりやすいんですけど、このブレイクスルーって何ですかね。あ、僕もこの概念をちゃんと入れたっていうのは素晴らしいなと思ってて、結局、まあ、今世の中が変わる中で、まあ、皆さんいろんなところでこう勝負をしてると思うんですね。ビジネスの勝負、スポーツの勝負、実際に本当に脱学習してリラーンできる、再学習できるとブレイクスルー、飛躍が起こるという仮説なんですよ、うんうん、実際いやアンラインしてるし再学習もしてんだけど全然ブレイクスルー起こんないってなった時には、これアンランしてないんじゃないか、再学習してないんじゃないかね、うん、気づきを与えるためにちゃんとブレイクスルーが起こるんだと
いう仮説をもとに取り組んでいかないとこのサイクルが回ってないってことに気づくんですね、うんうん、要するに雑学習と再学習をずっと繰り返して何らブレイクスルーも起こってないってことはもしかしたらその雑学習と再学習は誤ってる可能性があるっていう。あ、特にアンランはこのバリーさんも言ってますけど、うん、頭でふんふんと分かってることではなくちゃんと行動するんだよという、うんうん、で意外に学びって行動を起こさなくてもこう、ね、自分の思考の中で繰り広げるんですよね。受験勉強っぽい形でもできますよね、はい、いや私は成功だけしてたと、うん、新たなこうね、なんか学びを得たと、もうこれで満足しちゃってるんですけど、これじゃ絶対ブレイクスルー起こんないです、うんうんうん、なので起こすための必ずアクション、行動に移してくださいねと。行動を移すと必ず変化起きますからっていう、ここもう僕からするとここは、まあ、もちろんサードステップですけどメッセージだと思ってますね。あ、ブレイクする要するにこのね、脱学学習のところから離れて、うん、ちゃんとアクションに変えてくださいっていうバリーさんのなんか強い思いを感じますかね。あ、ここ大事ですね。確かに日本の場合だと例えばけど会計士の試験頑張って学習してやっぱこれから弁護士だとか言って会計士のこと忘れて弁護士試験受かっても直しなければこれ単なる脱学習と、いやもう本当そう、再学習の繰り返しということですね、はい、これこのサイクルがすごく大事だってことがまずすごくよく分かったんですけど、ちょっと一つ一つのサイクルごとに何が大事なのか、はい、どうやったらそれが進むのかってことをちょっと伺いたいんですけど、まず脱学習なんか日本の人これが一番難しい気もするんですよね、はいはい、どうしてもなんか勉強しまくりちゃうっていうか、ここに書いてるんですけど、簡約者前書き、組織と個人の仕事中毒に打ち勝つために、仕事中毒がダメってことですよね。まあそうですね、そうですよね、はい、それで雑学習できてないってことですよね。そうですね、まさに、うん、あの中毒っていうのはもう一つにこう没頭してる状態なので他のものが、ま、見えてないわけですよ、はい、そうすると例えば中毒になってる仕事の中でやってると仕事で成功したものは自分の人生の全てだと思っちゃうわけですね、うん、で全てだと思うとですね、こんなに得た成功体験を簡単に手放してたまるかみたいな、けどこれが自分の人生の中の仕事だけじゃなくてね、プライベートも様々あり、ね、サードプレイスもありってなった時に、あ、これは自分の一部なんだと、この成功体験を手放しても、まあ、自分にはね他のところでやれるし、逆にこの成功体験はもしかしたら別の領域だと違う意味で役立つかもしれないっていう、この子はやっぱ視野を広げることによって脱学習がしやすいこう土壌ができていくっていうのはありますね。うん、脱学習のポイント何なんですか、今のも含めてどうやったら脱学習できるんですか。まずですね、はい、自分が成し得た成功っていうのはこうちゃんとあの僕の感じで言うとちゃんと褒めたたえ、自分で、あ、褒めていいんですね、一旦ですね、うん、一旦褒めて、うんうん、けど残念ながらこれは未来の保証になるどころか、うんうん、未来の自分の成長を妨げる障害になるっていうことを自分の中でちゃんと分かっていくってことがまずマインドセットとして必要ですね。うん、これは頭では分かってるし、これ昔から聞くじゃないですか、そう、はいはい、聞くんですよ、実際やるのが大変だってことですね。うん、それをなんか実際にそこを認識していただくためにどういうコーチングとかを行うんですか、中谷さん。これはやっぱさまざまな問いかけなんですけど、いや普通にそのままダイレクトに聞いてもいいんですね。例えば、うん、あなたのこの成功体験は未来のあなたにとっても本当に大事ですかとか、この成功体験をあのベースにすることによって失ってることって何なんでしょうかとか、同じようなこう成功体験が あなたの領域において本当に成功を保証しますかみたいな、まあ形を変えてですね、いかにその成功体験というものが過去においては素晴らしかったんだけども未来の保証があるかっていうことをやっぱちゃんと問いかけていくことですね。あ、確かにそうやって問いかけられる機会ってなんかあんまりないですもんね。そうなんですよ、うん、逆なんですよ日本の社会は、うん、前例踏襲の感じなので、うん、だいたい、ね、あの新規事業で、ね、企画持っていってもいやそれうまくいく根拠あるのかとかね、はい、成功事例あるのかって、いやいや、うん、成功事例とか根拠がないから新規事業なはずなのに、はい、多分多くの企業は新規事業をやるときに、うん、なんかこうすごくそれのなんか一つのこう、ね、事業戦略の正当性であったり、うん、過去の事例をこう見たがるんですけど、もうそれ自体がまあ新規事業をやる上での多分アンランしないといけない精神的なマインドだと思いますね。うん、そういうことですね。それ問いかける、それ以外にもあるんですか。まずとにかく問うわけですね。そうですね、あのこれは自分で問うのもそうだし、やっぱ問いかけられるというのが必要ですよね。だからそういった意味では問いかけてもらえる環境を常に作っとく、関係性を作っとかないと、例えばまあ関係性の中であいつは言っても分かんないよなみたいな関係性で孤立してしまってると、残念ながらアンラーンの機会をずっと失っていくんですよね。はあ、そこがなんか全ての気がしました。要するに40とか超えてきたおじさんとかにそれ問いかける人いないじゃないですか、はい、
でどんどん減っていくんですよね。減っていきますよね。別に誰もそんな面倒くさいことしたくないじゃないですか。どうしたらいいんですか。ご本人変わろうって気がまず認識してないですよね。そうですね。そうすると周りから変えていかなきゃいけないんですかね。周りから変えるのも、変える意義を感じないと無駄になんかこう自分の上司に案内させようと思ってこう行くとですね、何言ってんだお前みたいな。そう左遷されるか左遷よ、はい、上司の案内のために自分のね一生をかけるかって大体かけないので、だったら黙っておこうみたいになるわけです、ね、ネガティブサイクルというか、まあ、硬直状態ですね。でじゃあどうしたらいいのかっていう時に、まずご本人やっぱり40代50代60代と年を重ねるごとにアンランの機会っていうのはそもそも減るってことをやっぱり理解した方がいいですよね。そうですよね。偉くなっていくとそこに対してアンランの問いかけが必ず減るんですよね、うん、減ってるってことにそのちゃんと自分で気づき、自分が問いかけるってことはもちろんやるんですけど難しいので、うん、この人たちには支援を求める勇気っていうのはやっぱ持ってほしいんですよね。あ、はい、俺に足りないものを何か教えてくれないかなみたいなことですね。だからちょっと偉くなってくると自分ができない知らないこういったことを自分から開示できないんですよね。そうですね、うん、けどすごい手っ取り早いのは、いやちょっとね困ってるんだよねとか、ね、ちょっと疲れてるんだけどちょっと手伝ってくれないかなみたいな、うん、この第一歩ができるとだいぶ世界が広がってきます、ね、あでその究極的にはいかに弱さをさらけ出していくかっていうところなんですよね。ほう、これがまあ本質的なんですけど、いきなり弱ささらけ出されても周りも困っちゃうので引くかもしれないですね、はい、そこに行き着くためにまずは関係性を作るって、関係性を作るのもこちらが何かをしてあげることについつい我々は執着するんですけど、そうじゃなくて助けてもらう関係、これが結構実は関係づくりとしては非常に重要です。でそうすると、うん、まあ、対話が始まり、本当にそれでいいんでしたっけとか、これ大丈夫ですかとかっていう、まあ、そういった関係性ができるかな。だからいきなり反乱、脱学習しようというよりは、脱学習ってやっぱこう自分の中でも起こりますが、関係性の中で起こることが非常にやっぱいいんですよね。はあ、だから関係性をちゃんと作っていくってことがすごく大事です。ああ、そっか。それと同じ企業の中とかだと、まあ、やっぱりどうしても上下関係とか出てきやすいじゃないですか、はい、ちょっと違うコミュニティを持ったりとか、会社と違うとこ持つのがいいんですか。すごくいいですね。あ、まあ、最近ねオンラインのコミュニティもすごくやりやすくなってきたので、うん、普段見せない自分と違う場所を持つのはいいと思いますね。あ、意外にね多くの方ってそうやってオンラインできない人って、うん、結構真面目だったり、うん、企業に忠実に貢献してきた人がいるんですよ。で悪気なくオンラインできてしまったと思うんですね、うんうんうん、でだから、まあ、僕としてはですね、実は心の中ではオンラインできなくなってしまったおじさまたち、まあ、おじさまってくくっちゃいましたけど、まあ、おばさまもいると思うんですけども、うんうん、この人たちをなんとかこう支援したいなって思いが強いんですよ。ほう、なぜかというとずっと今おじさんって叩かれてるじゃないですか。そうですね、叩かれまくってるじゃないですか。そうですね、さよならおじさんとか言ってる人もいましたね、はい、いやけど僕からするとこれまでね本当に企業の中で自分の人生とか考えず組織のために働いてて、いきなり時代が変わって、はい、アンランできないダメだこのおじさんって言われてるから、うん、僕するといやできない土壌があったから悪気ないんですよ。でいきなりはしご外された感じなので、僕は そこに対して、ね、ある種のこう社会への怒りもあるので、はい、まあ、僕もそこの世代ですから、うん、おじさんともにアンランしようよみたいな。中年の危機ってご存知ですか。もちろん、はいはい、どういうことですか具体的には。あ、やっぱりミッドエイジクライシスってさまざまな変化ですよね、はい、うん、やっぱ葛藤ですよ、うん、これはやっぱり男性も更年期もありますし、思うように体が動かない、で思うようにねこう言葉にならない、うん、思うように世代間ギャップを詰められない、さまざまな実は葛藤と戦ってるにもかかわらず、ね、それを開示できないような社会があるわけですね。こうコミュニティがそうですよね、そうしてしまったので、うん、僕からするとアンランできない人たちは悪者ではなく、うん、苦しんでる善良な苦しみの市民だと思ってるので、そうやって考えるとなんか攻撃してアンランしようというよりは、いやなんか実はこうやって虚勢を張ってるおじさんっているじゃないですか、はい、あ、僕の実は、ね、クライアントってシンボックスのクライアントは言うなれば、ね、企業の、ね、こうリーダーたちで、なんでこの人こんなハラスメントするんだろうみたいな人たちなんですよ。でそこだけ切り取るとひどい幹部になるわけですけど、悪者に見えますよね一見。実は大事にしたいのはその裏側にある そうなってしまったここ思考パターンは何なのかって紐解いていくことが大事ですね。そういった意味ではアンランをこう、ね、施したい周りの人、部下だったり、はい、人事だったり経営者、それは表面的なアンランに行くのではなく、やっぱ関係性を作り、一人一人のアンランをできない壁を紐解いてあげる、これが結構重要じゃないかなと思いますね。
そういう意味じゃ個人の問題じゃなく社会の問題として捉えるってことが大事なんですね。まさにそうです。まあ、僕自身最近法務省の仕事も多くてですね、少年院にこう行ってその少年院をこう構成する指導員の方々であったりとか、刑務所のこう指導員の方々お話するんですが、僕もこれ学びだったんですけど、最近昔からもそうですが、やっぱ犯罪者の方は邪悪な心を持ってるどころか、過去にさまざまな被害者だったんだと、被害者だったってい う, こう中からさまざまな葛藤を経て同じようなことをやってしまうんだと。だからそういった目を持って我々は育ててますっていうか構成を図ってます。こう結構目から鱗で、あ僕も確かにそうだなと。いろんな企業のリーダー、ね、会社の中ではね煙たがられてる人も実は心の奥底になんか悲しみがあって、話を聞いていくと、いや例えばなんで自分がこんな、ね、部下に厳しいのか、実は自分もそれをやられた、で優しくした時にお前何人部下にそんな優しくしてんだって言って、その中間管理職に罵倒されて怒られた経験があって、はい、本当は正しいと思ってやってたことを否定された自分がいるから、それをこう演じてこうなってしまったみたいな方もいるわけですね。だからそう考えていくと、一人一人には必ずその理由があり、理由は個人の資質の理由ではなだけではなく、必ず社会に紐づく要因が大きいなと思ってますね。だからその人一人を責めるというよりは、なんかこうみんなでこう安乱できる土壌を作っていきたいなっていうのが根底に僕はありますね。そうですね。したら政策として進めることも大事かもしれませんし、そうですね、企業単位で取り組む問題というか、それもいいですよね、きっと企業が導入していくのもと思います。具体的にこの案内するときに中竹さんはクライアントの方々にどんなことをしてもらうんですか？結構対話をやっぱ重視するんですけど、とにかく対話ですか？対話するのとやっぱ書いてもらうんですね。成功体験を案内するっていうことをあまり言わずに、成功体験とか自分の大切な価値観をバーッと書いていってもらうんですよ。喜んで書くんですね、みんな。で紙をですね、ことでね、バーッとね、まあ実際破んないですけど、これがあなたの中からなくなった時にどんな発想が思い浮かびますかとか、これと真逆の思考になった時にあなたが見える世界ってどう変わりますかっていう、まあさまざまな手法はあるんですけど、捨てるものを明確にしないと捨てれないので、意外に頑張って案内しよう、脱学習しようと思っても何に脱学習するんだっけってなるので、ここはですねやっぱり言語に頼るしかないんですよ。やっぱこれはもういろんな科学が進化してもですね、言語が全てではないんですけど、我々の思考を司るのはほぼ言語なので、これはやっぱり表に出して共有する、あとね手触り感のあるものにするには言語にしなければならないので、成功体験、自分が信じてるものっていうのをなるべく言葉にしてもらうってことはまず第一で重要ですね。はあ、確かに。立ち止まってやる機会、私も一回アンラーニングでこれやったことあるんですけど、はいはい、ないですもんね、ああいうこと。ないです。なんか意識しないと。あれはいいですよね。あとこれ一人は辛いので、集合でやるんですよ。例えば20人だと20人ね、もう警官部が集まってですね、この時間はみんなで成功体験をね一回言葉にして、みんなで捨てますから、一人じゃないと思うと集団のこうゾーンといいますか、それがこう生まれてですね、勇気がちょっと湧きますね。なんか全国の公民館とかでアンラーニンググループ講座みたいなのをただで国が地方自治体がやったらいいかもしれないですね。それいいですね。ね、脱学習見えてきました、はい、これ脱学習、ある程度頭を空っぽにして、ね、OS 変えれた時に再学習、これはどういうことを気をつければいいんですか？はい、これはですね、これも本当さまざまあるんですけど、やっぱりこうね、何でもこうスポンジもこうギュッと水を吸うとたくさんね、はい、欲しいじゃないですか、コツとしてさまざまあるんですが、ターゲットを狙ってこのね再学習をこう得るっていうパターンと、とにかくさまざま今まで見えなかったこうね、忙しかった重かった荷物が多くて下向いてたんだけど、こうね上を上げた時に見えてくるもの、入ってくるものっていうのは必ず違うので、そこはやっぱこれも言語がやっぱ大事なんですけども、ちゃんとこう自分の中に言葉としてこう情報を入れていくっていう、学びとして入れていくというのはすごく大事ですね。どういうふうにやっていくんですか、それ、まあ、どんな分野でもいいんですか、自分が好きになった分野とかなんですか？何でもいいんですが、おそらくこれ聞いてる方はどうやって仕事に生かそうかということを考えていると思いますので、自分のサービスについても成功体験を捨てた後にこれじゃない、ね、真逆の発想でもいいし、ゼロベースにした時に自分の中で思い、ね、出てくることであったりとか、今まで批判してたこんなのダメだって言ってたものになんか光が当たったりとかするわけですよ。意外にアンラーすると一番嫌いだった人がね逆にねよく見えてきたりとか、こんな商品ダメだと思ってたライバルの会社の方が結構いいじゃんみたいな感じになっていくわけですね。これ物の見え方の違いなので、ただただこう自分のね価値観を捨てて脱学習だけじゃなくて、その後に見えてくるこう自分の受け取り方の違いをちゃんと、ね、
残していくこと、言葉として残していくってことが非常に大事ですね。言葉でですね。そっか、した言葉っていうのはなんか新しいことを本を読んだりとかなんか勉強するってことなんですか。言葉入れていくそういうものじゃない。今言った言葉ですね、逆に自分から生み出す言葉の方、ああ自分から出てくるってことですか、はい、テキストである情報をたくさん手に入れるのではなく、まあ、それもいいんですけど、それで学習した後に結局それを自分なりに表現するとどういうことかという、ここが再学習なんですね、うんうん、ただ入れっぱなしではなく成功体験を捨てた上で、例えば自分の中でとにかく営業を数打つんだみたいなことを思ってた人がですね、数打って成功した人が、うんうんうん、これ捨てようと、ということは数じゃないなみたいな、どういうことなんだろうって時にいろんな本読んでですね、さまざまなね、例えば質にこだわるとかね、領域を変えるとかね、関係性を生むとかいろいろな中でいろいろ得たんだけども、じゃあこれをね自分の言葉で表現するとどういうこうね学びがあったのかって、学びって結局情報と生きた知識って違うので、単なる情報がバラバラあるのではなく、生きた知識について変えたこう自分の手触り感のある言葉にすることが再学習の一つの定義になります。実践地にしていくっていう、そうですね、血肉にしていくっていうところなんですね、はい、ここは結構一回脱学習できた人は再学習って結構うまくいくもんですか。もう空っぽになるわけじゃないですか、はいはい、OS も変わって、そしたらいろんなアプリをインストールしようって思うじゃないですか、パソコン買った時も。そうですね、結構もう能動的にいけちゃうもんですか、再学習は。いきやすいですね。うん、多分最初のファーストステップよりはセカンドステップ再学習の方がいきやすいと思います。一つ懸念としてはですね、再学習するときに情報過多なんですよね。たくさん情報がありすぎて、何を学んだかすら分かんなくなるんですね。で我々ってこう情報を得ただけで学んだと思いがちですけど、情報は単なる情報なので、それはやっぱ生きた知識、これも学習の領域でもそうなんですけど、情報と生きた知識って全然違くてですね、生きた知識って具体的に言うと何かというと、得た知識が他の要素、他の何かの要素とちゃんと有機的につながってるかどうかなんですよ。学んだことがこれって分野を変えるとこういうことともつながってるよねっていうふうに有機的につながってるかっていうのがすごく大事な生きた知識の概念なので、何もつながってなく、なんかこんな情報を得ました、 DX ってこういうことだとかね、アンラン戦略ってこういうものだみたいな、なんかとどまってる、しかもつながりのない単なるペタペタ貼れるような情報が、まあ、いくら高度であってもそれ次につながるんですけど、ブレイクスルーにつながらないので、何もつながってないと、ただね、いいものが自分の中にあるっていうだけなので、クイズ王みたいになるだけですよね。そうですね、うん、だから、まあ、このサイクルのやっぱり優れてるのは、この再学習したものがいかにアクション、行動と実践に結びつくように、自分の中で学びとしてつながってるかっていう、そこが重要になりますね。そうするとやっぱこのブレイクスルーってアクションと言い換えてもいいぐらいのことなんですかね。そうですね、まあ、概念としては全部これをアクションを通じてやりましょうっていうのはすごいメッセージ強いんですよ。そうかそうか。なんですがやっぱりブレイクスルーはもう佐々木さんおっしゃる通り、かなりアクションを伴っていきましょうというメッセージが強いですね。そういうことですね、はい、じゃあ最後のアクション、このブレイクスルーのポイントはどこであるんですか。これもですね、なんかブレイクスルーってどんなイメージあります。なんかビジネスブレイクスルーみたいな感じで大前健一さんを思い浮かべてます、はい、僕結構好きな言葉だったんですよ、ブレイクスルー、はい、実はラグビーとかのスポーツの世界でもなんか試合のテーマ決めるときに、ブレイクスルーするぞみたいな、打ち破るぞみたいなことを使うんですね、でこのイメージが強すぎるとかっこよく飛躍するとかね、バーンといく感じじゃないですか、はい、これが危険なんですよ。ダメなんですか。そう簡単にならないですね、まあ、言いたいことはですね、コツコツやりましょうってことなんですけど派手にやっちゃうんだと、要するにコツコツやることが結果的にブレイクスルーするっていう概念をここでやっぱり認識しておかないと。なぜかというとですね、これは実はこう細かく言うとこのね、脱学習、再学習、ブレイクスルーがめちゃめちゃちっちゃなサイクルであり、それがこう積み重なってですね、大きなサイクルを生むって考えたときに、要は気合い入れて脱学習するぞとか、気合い入れて再学習するぞよりも、ちょっと脱学習し、ちょっと再学習し、ちょっとブレイクスルーする、この積み重ねが実は結果的に大きなこうアンラン、リランブレイクスルーを生むっていうことなので、この、ね、概念だけ、あと言葉だけ聞くとめちゃめちゃすごいことをいきなりやらないといけないって思いがちですが、そうではなく、一旦、ね、ちょっともう、ね、細分化して細かく砕いて、その小さなサイクルを回しましょう、そういうエッセンスです。確かに、いきなり起業しようとか、もういきなり転職だとかっていう場に先走らずにちょっと自分の仕事の中で違う仕事やってみたり、副業やってみたりとか、はい、そんな感じですよね。そうです、そうです。確かに。なぜかというとですね、アンラーそのものってやっぱり痛み伴うんですよ。うん、脱学習もそうだし、
再学習も、まあ、再学習はとっても楽しいんですが、まあ、そのアクションがやっぱりね、ブレイクするためには失敗伴っちゃうんですね。うん、でやっぱりこうアンランできない人のね、そのやっぱり層って40代50代60代だとした場合に、うん、その年になって失敗ってやっぱ怖いんですよね。はい、怖いしやりたくないから、ブレイクスルーする粒がですね大きいと、失敗した時も大きいので、ちっちゃなうちにやりましょうっていうのが、まあ、結構重要なポイントですね。うん、例えばちっちゃいブレイクスルーってどんなことやればいいんですか。あ、例えばですね、まあ、今のにはあんまりないかもしれないですけど、挨拶は部下からするものだみたいなことですか。あ、はい、けどコミュニケーションちゃんと取りたいと思った時に、いや違うなと、挨拶こと俺からすべきだ、朝次行ったら、まあ、コロナ明けだし俺からちょっと挨拶してみようかな、名前呼んでみようかな。おー、これもうもしかしてね、やっぱり今までね、挨拶というものは下の者がやるものだみたいなことを考えてる人にとっては、まあ、ちっちゃな脱学習、ね、再学習、ブレイクスルーで、まあ、挨拶だけちょっとやってみようとかでもいいんですよね。確かに、人を呼び捨てにしてた人はちゃんと賛をつけるとか、そういうのも大事ですよね。はい、対等にフラットにするみたいな。そういうところからでいいんですね。そのレベルですね、やっぱり。なぜかというと日常的にやっていくってことが大事なので、うん、ビジネス的にって考えた時にも、ミーティングをやる場合にね、ミーティングの、ね、スケジューリングから、まあ、いろんなことを周辺でやるじゃないですか。その時のコミュニケーションの取り方に実はアンラーのこのサイクル入れるだけで劇的に変わっていくんですよね。はあ、ついつい大元のこう、ね、ステージの上だけ頑張ろうとしがちですが、うん、ステージ以外のところでこの、ね、アンランサイクルを使った方が実はあの失敗も少ないですし、確かにあの、ね、自由に振る舞えるというのがありますよね。あ、例えば古い日本企業を再生するために来た社長とかが、今まで中竹部長とか言ってたのを中竹さんに変えるだけでやっぱコミュニケーション変わるみたいなことをおっしゃいますけど、それって結構本質なんですね。まさにそうですね。うん、それがなんかアンランという文脈でやってたかというと、多分実践者は違うと思いますが、それを後から解説すると呼び名をこう変えていくのは、まあ、ちっちゃなあのアンラーニングとブレイクスルーだと思いますね。あのインテグラルの佐山さんなんかね、僕はあのインタビューさせてもらったんですけど、うん、まさに最初にやったのは社長と呼ぶな、ね、さんにしろって言って全員さん付けにして、でこうね組織が変わっていったのをおっしゃってましたね。そっか、戦略論とか学んでる人はそういうのをバカにしがちですけど、はい、大事ってことですね。そうですね。は、戦略論学んでる人がでそれをこうねやっぱりバカにしがちかっていうと、まあ、戦略論のなんかアプリケーションだけ学んでるかもしれないですね、そういう方は。普通に考えて今回アンラン戦略っていう戦略にしたの戦略、そうですね、これ僕は、ね、結構最初反対したんですよ、ちょっと違うと思いますと。戦略じゃなくもっともっと根底的にあるこう、ね、思想の方がいいから、なんかアンラン術みたいな、剣術とかのその術がいいとか、道のイメージアンランドみたいな感じ。あ、確かに。けどですね、なんかちゃんと読んでみるとめちゃめちゃ細かいんですよ。ですよね。めちゃめちゃ細かいのはなぜかというと、うん、アンランは難しいので、うんうんうん、しかもどこからアンランしていいかわからないし、どの領域からね、アンラン、どのレイヤーでアンランするのがいいのかってやっぱり迷うじゃないですか。うん、だからちゃんと戦略を立てましょうねっていうのは結構根底にあって、うんうん、ちっちゃくやることももちろん大事だし、大きく考えることも大事だけど、そういうのがやっぱ詰まったものが、うん、まあ、戦略、いわゆるあのストラテジーデザインの話なので、うんうん、今回戦略というのをつけました。だけどやっぱりね、本当にこうストラテジーの表面だけしか学んでない人は、うん、根底的にそのね、やっぱり戦略ってその組織によってやっぱ異なるわけで、まあ、ドラッカーが言ったようにこう、ね、やっぱり戦略に勝るこう文化が根底にあり、それに基づいたアンラーンのこう、ね、組み立てをしていかないと、他の人とか他の組織がやったアンラーン戦略を自分のところに置き換えてもほぼ機能しないっていうのが、まあ、この本のエッセンスでもありますね。うん、よく分かりました。ブレイクスルーはそのちっちゃいことから積み重ねる以外に何かありますか、ポイントは。あ、自分がやったことを他のことと結びつけていくというのはすごく大事ですね。ただ一個やったことでとどまされることではなく、やっぱり飛躍を生んでいくので、これが直接的には関係ないかもしれませんけど、違うところでちゃんと影響力があるかどうかというのを見ながら、うんうん、直接関係ないことにもちゃんとこうブレイクスルーを施していくってい こう多面的なこう領域に足をこう踏み込んでいくというのはすごく大事ですね。例えばどんなことですか、多面的にやっていくって。仕事だけじゃなくプライベートでもとか趣味とかでもそれを入れていくとか、そういうことですか。まさにそうですね。先ほどコミュニケーションは当たり前ですよ、どこの会社もやっぱり会議であったり話す場面であると仕事のところが中心だけども、はい、ちょっと関係ないその、ね、休み時間にそのプライベートの話をするとか、うん、ランチに行く、ディナーに行く、飲みに行くというのもありますが、仕事とは関係ない、一見関係ない
とか無目的なところに対してもちゃんとそれが今やろうとしていることなんか組織を全体を良くしようとか元気になる会社にしようという、こう大きな目標があるんだったら直接関係ないこともやってみてそれがいかなる影響を及ぼすかっていう、こうね多面的なこう、まあ、これもまさに戦略ですけど、あそういったことが、まあ、ブレイクスルーとしては大事ですね、うん、でこの本には書かれてないんですけども、まあ、僕自身やっぱりすごい大事なと思ってるのはこう戦略の中に累積戦略と順次戦略という概念があって、順次戦略というのはいわゆる期間を決めてやることを決めてこう一つのラインになっていく戦略なんですけど、これはまあイベント的な話ですけど、うん、累積戦略って同じことをひたすら続けていくっていうこと、要するに毎日のルーティン、毎日ボイシーやるみたいな、あそんな感じです、はい、とかみんなが最初嫌気させてるんだけど朝会毎日やるとかですね、うん、最後夕方に振り返りの会5分やるみたいな、よくね順次戦略脳の人はですねそれ意味あんのかみたいな、その5分意味あんのかみたいなこと言いますね。けどですね、組織を変えていく、まあ、根底にあるのはこれはもう分析でも分かったんですけど結局累積なんですよ。ほう、もちろん累積だけではダメなんですけど、順次戦略をうまくいかせるためには実はちっちゃなこのブレイクスルーですね、うん、案内してこう本当意味あんのかよって周りの人が言っててもこう意味あることが1年後に分かるぞみたいなこう感じですね、直接関係ないところもちゃんとやっていくってことがすごい重要ですね、はあ、楽天三木谷さんとかまさしく朝礼ずっとやり続けたりみんなに掃除したりしますけど、ああいうのやっぱりバカにしちゃいけないんですね。そうですね、はあ、いやあれは素晴らしいですね。その中でやっぱアクションって言葉が全部大事って話がありましたけど、はい、もう一つのサイクル、これもやっぱ印象的で、まあ、どうしてもなんかマインドセットから入ってしまうというか分かった気になっちゃって動かない人が多いですけど、やっぱまず行動をしてそして視点が変わりそれでマインドセットが変わる、順序が違うんですね。そうですね、これシンプルですけど本質ですよね、はい、当たり前ですけどマインドセットをみんなマインドセットで変えようとするんですよ。マインドセットが根底になってですね、実は手触り感ないんですね、うん、はい、マインドセットって意外になんか自分の行動してみて、なんでこんな行動しちゃったんだろう、なんでねそのあの人にこんな言い方しちゃったんだろうとか、なんでこうね急に弱気になっちゃったんだろう、これってやった後にあその裏側にあるマインドセットに気づくわけですよ。先立たないんですね。ということは一旦このサイクルにするのがいいんですけど、一旦行動してみてそこで見えてくる視点、でそれからあれそもそも自分ってどんなマインドセットだったかって分かるので、こう後追いのように、でこれはいろんな、ね、表現の仕方もあって、ゴルフ その経験学習、うん、まずやってみて振り返ってリフレクションしてみて、これに非常に近いんですけど、人って万全地帯にいたいのでマインドセット変えるときに自分のマインドセットだけ変えたいんですよ確かに楽ですもんねちょっと嫌な自分、ちょっとこう嫉妬深い自分であったり、ね、ついついこう負けず嫌いでこのマインドセットもっとね変えておおらかになりたいなと思うときに念じるようにですね、おおらかになれみたいな感じでマインドセット変えようとするんだけど無理なんですよ、これ。なぜかというと根底にあるので、マインドセットチェックするにはアクションするしかないんですね。アクションしてみてあれ自分のマインドセットって変わったかな変わってないかなってなるので、やっぱ先にですね行動を起こしていくっていうのが大事ですかね、はあ、それもすごい納得なんですけど、一方で行動を起こすのが一番難しいのかなって気もするんですけどこれどうしたらいいんですか。だからちっちゃく始めるってこと。あそうかちっちゃくか3とかでもいいんで、はあ、いうことですね。誰もバレてないところ、はあ、初めの一歩の行動をやりやすくする、まあ、組織とか文化を作るにはやっぱどうしたらいいんですか、リーダーとしては。これはさっき最初に戻ってくるんですけど、やっぱりアンラーンしていくプロセスってたくさんの失敗とか痛みを伴うんですね。だからまずその組織の上の幹部の方、リーダーの方々がちゃんと弱みをさらけ出して、俺も失敗したよって、みんなが失敗してる文化だとあやっちゃってもいいのかなみたいになるので、まあ、そうやって文句作るのは難しいんですけども、上司の方からさらけ出しをしていただきたいなと。そういうことなんですね。まあ、みんながでっかい失敗したら組織潰れちゃいますけど、ちっちゃい失敗ならいいですもんね。逆にちっちゃな失敗の方がいいですよ。そうですよね。大きな失敗は武勇伝になりがちなので、あこれを勘違いする人多いんですよ。いや俺はなこんな失敗してな何億の感じなんでいっぱいいますね。そんなことの話じゃなく、あなたの内面マインドセットから生まれた失敗をちゃんと簡単に、ごめん昨日言い過ぎちゃったねとか、昨日ね勢い余って言ったのごめんちょっと撤回するわ間違いだ、論理的じゃなくて俺の間違いだったって言えるかどうか、そう何億の話する前に、あなたの昨日の言動を振り返ってちょっとでもね素直に謝ってくださいってことですね。あそっか、武勇伝ね流行りますもんね。武勇伝あるんですよ、失敗語れって言うとですね、あそれこそやっぱちゃんとそこをアンランしてほしいですね。あ
今日の話を全体的にやっぱり日本って根底には武士道みたいなのがあったり失敗が嫌いだったり、はい、そういう意味じゃやっぱ恥の文化があるんで安乱とかやっぱり一番苦手ではあるんですかね。あ、苦手だと思います。あ、そうか、ちょっと屈折してるんですよ、うん、社会全体として苦手なんですけども、 ある小さなコミュニティまで行くとすごい得意なコミュニティが生まれてるはずなんですよ。多分本当に仲のいい家族だったりコミュニティ昔からの仲間だとたくさんやれてるはずなんですね、うん、けど社会全体になっていくとパブリックになればなるほど難しくなってくるので、全然できない国民性とは思わず実はできるんだと思うといいかもしれないですね。そしたらやっぱ初めの一歩ってことですね。そうですね、しかもちっちゃくですね。ああ、そうするとやっぱ孤独になると初めの一歩って押してくれる人がいないっていうかプレッシャーがないんでなかなか出にくいですよね。はい、あと一人だとできないので、だから関係性を作って無理やり、ね、上司一緒にやりましょうよって言ってくれる人を捕まえておくというのは大事なんですね。はあ、何恥ずかしかったんですかやりますよみたいな人を常に置いとくと、いやいやいやって、ね、これ照れがもう隠れますから、いやいや俺やりたくないんだけどってこうね担がれる人いるじゃないですか。この担がれる関係性を作られる方がめちゃくちゃ重要ですね。下が上をいじるみたいな。あ、そこそこ上下関係じゃなくってことですね。まあ、やっぱりだからいじられてる人って結構アンランしやすいですよね。あと同世代とかならね言いたいこと言えるんです。そういう意味じゃ友達とか同期とか大事ですね。そうですね。うん、例えば自己開示なんかは、まあ、本来ですね関係性の近い人にやるのはやっぱ危険を伴うので。ああ、そうかそうか、そうか、役にしにくいとこあるんだ。全然知らない人に第三のコミュニティを使い、まあ、アバターでも何でもいいんですよ。それでやっていくのがいいですね。あとコツとしてはですね、結局自己開示できない、その、ね、さらけ出せできない大きな要因は言葉にできないんですよ。どういうことですか。認識できてないんですか。あ、そう、認識できてないし自己開示したことないから弱さのさらけ出しをしたことないので、うん、言葉にできないですね。実は言葉にできたら開示できるんですよ。はあ、ということは試さないといけないです。言葉にできるかどうかは考えてるだけで、うん、その時にいきなりね自己開示したつもりだったけど言い間違えちゃったってあってこう誤解を生むと近い関係性の人は危ないので、結局本質的にはぬいぐるみでもいいんですよ。極論アバターでもいいんですけど、再学習のパターンと一緒で、はい、インプットしたとかじゃなく再学習したってことを分かるためのアウトプットの場を作っていくと、それをね試してやっていくと他の人にもうまく開示できるので、それこそねハードルちっちゃく知らない人に開示していくというのはすごく大事ですね。古典的な手法ですけど銀座のクラブとかキャバクラとかってやっぱ大事だったんですかね。めちゃくちゃ重要だったんです。社会全体として相当重要だったんですね。 あんだけストレスな社会の中でもはけ口がちゃんとあったってのはやっぱ大きいですよね。あ、スナックが大事とかいう方多いですよね。あ、今いますね。あとまあ喫煙所が大事とかですね。あ、どういうふうに作ったらいいんですかね。まあ、今キャバクラって行く人もいるでしょうけど、そんなにみんなが行くわけじゃないじゃないですか。それでアメリカとかならカウンセラーとかいっぱいいたりとか、はいはい、コーチングが普及したりだとね、まあ、教会行ったりとかいろいろあるじゃないですか。日本どうしたらいいんですかね。まあ、会社がチームボックスと契約してくれてたら、ねそうですね、聞いてもらえると思うんですけど、はい、そういう会社少ないじゃないですか。少ないですね。どうやったら、まあ、自分たちでやるのであれば、うん、まあ、結構制度としてはですね、例えばまあ今オンラインも増えてきましたよね、うん、だから聞く雑談が生まれるかどうかっていうのは大事なんですね、はい、資本主義の中でほとんどの人がやっぱり目的とか計画に対してこう遂行していく この社会になってるんですよ。そうなるとそれに反しているものが意味がないと思いがちなんですね、うん、けど実際に対話が起こるのって無目的な時間とか空間なんですよ。いやだから喫煙所が良かったり、ね、無目的な、まあ、キャバクラ目的あるかもしれませんけど、本質的にはあまり目的ないんですね。意味のないっていう空間をたくさん作ることが大事で、あ、だから最近僕なんかよく、ね、言ってるのは、例えば2時から会議ありますと、2時から3時までやります。入れる人は2時10分ぐらい前に10分ぐらいから10分間こう雑談する時間と、終わった後もなんかこう雑談する時間をオンラインでも設けておくと、うん、まあ、そこでこう、ね、いろんな人のこう対話が始まるというのはありますね。確かにね、日本ってテレアなこともあって雑談が一番減ってきた国に感じますよね。コンビニあったりワンルームマンション多かったり、喋らなくてもね過ごせちゃいますもんね。そうなんです。それで言うとイタリアなんかすごいですよね。対話ばっかりですよね。対話しかしてないって感じでですよね。コロナになってもね、いや僕イタリア人の強さはそこにあるかなと思いましたね。ああいった国民性はやっぱり今アンラインして学ぶべきだなという気がしますね。中田さん、今日は結構個人の話を中心に伺いましたけど、はい、これ組織のアンラーニングにも生きるんだと思うんですけど、はい、なんかいい例とかありますか。はい、実はまだアンラーンしきって成功
事例ではないんですが、今取り掛かってる、僕自身が取り掛かってる中で、今 JOC という日本オリンピック委員会で、あ、ちょっと悪名高いかもしれないですね、あ、すいません、ごめんなさい、ご迷惑かけてます、はい、現場はもう健全なんですよ、はい、でそこで僕の今の役割はサービスマネージャーといって、すべてのこうオリンピック競技39競技あるんですけど、うん、そこの選手代表選手がいて監督がいるじゃないですか、うん、それをあの司るディレクターというのを配置するように JOC から今年あの、まあ、一つのこう指令というか、うん、お願いをしたわけですね、うん、で39人のハイパーを持つディレクターというディレクターがいたわけです。その方は、まあ、代表選手もコーチもこう指導したりこう、ね、評価したりする立場なんですけど、彼らに対して僕は今さまざまな研修をやってるんですね、うん、でその方々に、まあ、お願いとして、これからはあの、まあ、もちろんメダルは大事だけども、うん、幸せ、選手やコーチの幸せ、ウェルビーイングの観点をぜひスポーツ界にも入れたいので、あなた自身のこう、ね、幸せもぜひ探求してくださいと話をしたんですね。でこれするとですね、意外に中にはいやいやけどメダル大事でしょみたいな、勝たなきゃどうするんですかみたいな風潮もあるわけですね。でその中でやっぱコーチに対するこうウェルビーイングとか幸せとか言うとですね、国民に対してなんかこう責任取れないじゃないか、けどですね、今ちょうどそれをですね、やっぱ変えようとして、そこにあやっぱり今まで考えてこなかったんだけども、長くそのね競技を続けてもらうとか楽しく続けてもらうためには、今までの自分たちの欲しがりません勝つまではみたいな、うん、この精神でやっぱスポーツに宿ってるわけですね、はい、これも戦争の時からそうですけど、これやっぱ覆していくためには、多分コーチ自身、その上のディレクター自身から堂々と幸せを語る対話がなされないと変わりませんっていうことを、まあ、僕が言うのと同時に向こうからもですね、ちょっとずつその声が上がってきて、いや、まあ、僕がその研修で一言言った後に、いや本当に感謝してます、今までの僕の考えから全くなかったので、目から鱗でモヤモヤしたんですけど、今は頑張って言葉にしようと思ってますという、なんかちょっとずつこう改革が始まってます。これに伴いですね、やっぱまだまだ攻撃は続くわけですけど、それに対して僕へのこう批判もあるわけですけど、ちょうどですね、このプロジェクトと僕の指導者のプロジェクトとは別に、日本としてはですね、次パリでいくつメダルを取るかっていうね、うん、これやっぱ大事なわけですよ、うん、他の国もねあるわけですけど、ずっと今毎週ですね、まあ、井上康生さんなんかとね一緒に議論してるわけですね、何個にしようか、うん、けどそもそもそれを掲げるべきかどうかって、ここを案内してるわけですよ。はあ、当然掲げるべきだっていう意見もあれば、実はですね、こういろいろ調べるとですね、目標メダルを掲げなくなった国もあるんです。でそこで、なぜかという理由は、当然ね、一人一人の幸せ、要するにバーンアウトを防ぐとか、取れなかった時のこう、ね、喪失感をこう、ね、減らすのもありますけど、長くその、ね、競技を愛し続けられる一人一人のこう幸せをするために、積極的にこう、ね、メダル数を、ね、取ったところなんですね。でこういったところも実際出てきて、じゃあ日本は次どうするかっていうのを、まあ、また明日も議論するんですけど、メダル掲げなくなった国ってどこなんですか。あ、実はオーストラリア。オーストラリアが公言、まあ、もちろんその競技の中ではちゃんとね、うん、ターゲットはありますが、公言して何個取るからみたいな、まあ、いわゆるお約束みたいなことはやらず、それがまあ絶対いいってわけじゃなく、いやいやそういう国はあるけども、うちは絶対国民を挙げてこれを取るんだって言って、まあ、その両極に行ってるんですけども、うん、まあ、我々としてはその、ね、どういう観点で目指をこう目指すかってところは、まさに今アンランしどころかなというふうに思ってます、はあ、面白い。メダル至上主義という OS から、はい、ウェルビーイング主義に、まあ、変わるかどうかっていうところですね。で変わった方がもしかしたらメダルが増える可能性があるわけですよ。うん、で結構そういったちっちゃな事例はあるので、うん、国全体として、ね、そのオリンピックとしてそれをしたらどうなるかっていうのはまだ分からないですけども、うん、まあ、今の揺れ動いてる、ちょうどね、脱学習して再学習をやってる最中かなっていう気がします。あ、面白い。 SDGs とか ESG と似てますね。あ、似てますね。あれもあれが市場の目的にして、ちゃんと利益も上げるっていうか、ついてくることが大事ですもんね、はい、そうですね、はあ、よくわかりました。ちょっとたっぷりお話を伺って、やっぱチームボックスが大事だなということが、 ありがとうございます。もう改めてよくわかりました。ちょっと最後に、まあ、今日 の話もまとめも含めて、まあ、読者の方にメッセージ、まあ、ぜひこの本を読んでほしいっていうことも含めて、最後メッセージをいただいて終わりたいんですけど、ちょっとこれ書いていただいていいですか、フリップに。あ、わかりました。はい、そしたら中竹さん、最後のメッセージお願いします。はい、今日のエッセンスを一言でまとめると、小さな行動、小さな勇気、これです。武勇伝はいらないと。いらないですね。ちっちゃな行動で、ちっちゃな勇気を先に持とうではなく、勇気もマインドセットなので、マインドセットを先に持とうではなく、まずちっちゃな行動してみると、一歩踏み出してみた時に振り返って、あ、自分の勇気だったなというふうに思ってください。で人のですね、ちっちゃなこう行動とか勇気見てこうバカにするのではなく、ね、
いろんな人がいろんなこう葛藤を抱えてアンランしているんですね、実は。でやっぱりアンランしていることって自分で自覚がないので、ぜひですね、あのこう痛みや苦しみを伴ってこう頑張ってるんだと、僕はみんなをポジティブに捉えてですね、あの虚勢を張ってるおじさんも実は心の中でさまざまな葛藤をして案内したいんだと思ってる人がたくさんいるということをぜひですね、皆さんも分かっていただき、あの僕も含めですね、あの一緒に案内していきたいと思います。ということで、あのもし案内したい人がいればですね、チンボックスまでお問い合わせください。なんかテレビショッピングみたいな。確かに。いや、そうですよね、はい、それもじゃあ人の勇気ある行動をなんか SNS とかでバカにするとか一番やっちゃダメですね。いや本当そうですね。あれ良くないですよね、はい、うん、そういうのやったら自分がまた動けなくなっちゃいます、ね、そうなんですよ、うん、うん、SNS 社会ってね、ちょっとそこが良くないところがありますよね、はい、いや分かりました。やっぱおじさん救いたんですね。そうですね、うん、僕も含め、ね、共に頑張ろうみたいな感じです。おじさんが元気にならないと日本も元気にならないですもん、ね、そうなんです。結局投資すべきところはそこかなと思ってて、簡単に批判される対象になるんですよ、うん、けどその背景は何なのかっていうところをやっぱ立ち返ると、うん、彼らは悪いわけじゃなく、こういったこう社会に向かってるここなので、うん、まあ、これを変えるには、まあ、そこのね、一番のこう攻撃をされてる人たちに支援をしたいなと思ってます、うん、これ読んだらあらゆる方々やっぱ勇気出ますか？勇気出ます。はあ、ドキドキとかぐさぐさっときますが、うんうん、痛み伴いますが、ちょっとでもそこで行動すると勇気に変わりますね。うんうん、そうですよね。まさしくディズニーとかアマゾンとかテスラとかグーグルとか最新の企業の例もいっぱい入ってるんで、はい、企業本としてもね、そうですね、見やすいですよね。イーロン・マスクもね、いろいろ言われてますが、まあ、彼もやっぱりね、アンランの達人だと思います。そういうことですね。はい、ということで。興味持っていただいた方はこちらをまず買っていただいて、はい、でさらに受けたい方はチームボックスにメールすればいいんですか？はい、メールということで皆さんお願いいたしますということで、今日は中崎さん熱い話ありがとうございました。ありがとうございました、はい、今後もこの番組では新しい新刊注目の本の著者の方、編集者の方、そして熱い思いを持った方に来ていただいてお話を伺いたいと思います。次回もブックダイジェストお楽しみに。アンラン、皆さんこの言葉ご存知でしょうか？最近よく聞くかもしれませんが、なかなか手に、ね、こう理解するのは難しい言葉だと思います。実はエッセンスとしてはですね、皆さんが勝ち得てきたこう、ね、過去の成功をですね、手放すという。で、人によってはですね、手放してどうするのはもったいないんじゃないかと思うかもしれませんが、これからの時代、実はね、その手放すことによってしか未来の、ね、成功が保証されないんですよ。ドキッとしますよね。で、実はですね、これできなくなっているのが私も含め40代50代60代この世代なんですね。やっぱり特に成功を収めた人にとってはめちゃくちゃ難しいんです。じゃあ、ね、どうやってやるか、ね、今回の本はですね、どうやってやるかって具体的な、ね、ところまで書いたのがアンラン戦略です。今まで概念ばっかり、ね、話すような本は出てましたけども、実際ね、アンランという概念が何であり、じゃあ自分はね、明日からどうするのかっていうのが分かる一冊となってますので、ぜひ自分を変える、組織を変えるための一冊と思って読んでみてください。